サイアタム11鉄拳2バージョン C システム11はナムコが開発したプレイステーション互換のアーケードゲーム基板。プレイステーションに採用されたのと同じ種類の CPU R3000A GPU メモリをベースにそれらの半導体の動作周波数を高速化させメモリ容量を増強。独自のサウンド CPU や隠しコネクタや各種 I オンインターフェースを追加している。基板は上下2枚組で、上の CPU ボードに CPU と GPU、下のシステムボードにサウンド関係と筐体への合い、大回りが搭載されている。また、システムボード上にフラッシュロムが搭載されており、オンボードでの書き換えが可能となっている。 システム11の半導体の動作周波数を1.5倍に高速化したのを中心にメモリーの容量をさらに増量しパワーアップさせた上位互換基盤がシステム12である。初採用は1994年12月稼働開始の鉄拳である。1990年初頭のナムコは小型機のシェアで伸び悩んでいた。大型機と専用筐体は 高パフォーマンスなシステム21とシステム2に基盤が得意とする当時業界としてはまだ珍しい部類だった 3D ポリゴン描画を採用した体感ゲームやシステム2などを採用したスプライトとドット絵を活かして 2D ながらも立体的に見せる記事 3D の体感ゲームが一定の評価を得ていたためそれなりのシェアで支えられていたものの小型機と 汎用筐体向けの作品がかんばしくなかった。ナムコはかつて1980年代に小型機の輝かしい前世紀を迎えていたため特に歯がゆい思いをしていた。前述の通りシステム21、22作品で 3D に強みを持っていたナムコは小型機用にもローコストの 3D ボードを開発することがこの状況を打破するための急務であった。そんな折、 1993年秋のある新聞にソニーの新チップの記事が載っているのをナムコの中村重和常務が見つける。これはと思った中村常務が当時付き合いのあったソニーのくたらぎ県にコンタクトを取ると見てほしいものがあると言われプレイステーション構想と開発中のデモンストレーション映像を見せられる。家庭用でこれだけのスペックを見せつけられた中村常務は これこそが念願のローコストの業務用 3D ボードへ繋がるものであると確信し、ソニーに対して技術協力をする代わりにアーキテクチャーの業務用への転用を許諾して欲しいという約束を取り付ける。かくしてソニーとの共同開発でプレイステーションをベースとした新型業務用ボードが誕生した。システム11の名付け親は当時のナムコ研究部課長の小川徹である。 単純にシステム22の半分程度の性能なのでシステム11とのことであった。突起がないものはすべて開発発売元ナムコ現番台ナムコエンターテイメントは専用筐体と専用デバイスが必要になるタイトル。ありがとうございます。